上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。これから8回ドラゴンズの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号17、清水が5番手としてコールされています。接戦の中でのリリーフ登板です。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。いい試合ではありましたけれど、もう一息でした。今日はしっかり切り替えて次のゲームに臨んでもらいたいと思います。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。